福さん、山本太郎さんと闇金ドックス5ですね。多分闇金ドックス5の描かれているものが山本太郎さんの話なんじゃないかなと思うんですよね。うん、なんか、身長が低いと、ね、身長が低い、身長が高い、ありますよね、個人差。で、この個人差を、 埋めることっていうのは、うーん、まあ科学的に進歩したらちょっとわからないですけど、例えば身長が150センチの人が身長190センチになりたいと思っても40センチの差を埋める。骨を伸ばすのか。なんかいろんな技術はあるかもしれないですけども、まあ難しいっすよね。うん。じゃあその骨を伸ばすにしてもなんかすごい科学的なテクノロジーを入れ,入れて40センチ身長を伸ばす。これは、 まあお金がないときついですいさね。じゃあその150センチの人が経済的な、あゆとりがあるのかないのかによってやっぱ変わってくるだろうし、技術的な部分もあるだろうしってところで。だから、できる人とやっぱできない人。身長が低い人と身長が高い人がいると。うん。じゃあ身長が低い人が身長高いのを望んだときに、うん、ね、それは、 自分の力でなんとか4 0センチ伸ばせと。それはちょっと酷なんじゃないかっていう、多分話が多いんじゃないかなとは思うんですよね。うん。ただまあ、これしそ,のその話とプラスアルファ、まあ、僕はビジネスやってるので、うん、ビジネスっていうのは、うーん、なんですかね、多分ね、政治とビジネスってやっぱりちょっと違うと思うんですよね。うん 例えば、起業した人を、じゃあ全員、全員、儲けさせる。それもちょっと違いますよね。国がバックアップして、起業した人全員,が全員を儲けさせる、うん。全員、全員、全部の起業さんを、えー、豊かにする。うん、つまり、どんな商品でも全部買ってもらう。どんなサービスでも買ってもらう。ってなると、 うーんまあ、消費者がそれを選ぶわけですから、まあ、政,治も政治もそうじちゃそうかな誰に票を入れるのかっていうのは選ぶ自由があるわけじゃないですかつまり商品を選ぶ自由もあるのでうんだからその選ばれる人にならないと票はもらえないし選ばれる商品サービス選べるものを作らないと売れないだろうしうんだそこはちょっとリンクする部分はあるかな だから根本的なその何ですかねもう闇金ドックス5ですね闇金ドックス5が一番分かりやすいと思いますけどねうんそうだからまあそういう状況の人たちをどこまでその底上げできるのかっていう国がこうどこまで担保して守れるのかっていうだ憲法のねあの国民は全員そのなんだ文化的な生活ができるようになるっていう憲法があると でその憲法が今、なんだろうな、うーん、守られてるのかっていう、一番最高、最高のルール、最高の、なんだ、保障、そこは、決定権があるけど、それは行使されてるのかっていうところですよね。うん。だから、その消費税の話もね、消費税が、自民党がこう出るときに、消費税は全部社会保障に使いますよと。 でも社会保障に使われているの16%ですよみたいなね。あと借金返済のために使いましたと。うん、お金をすれるのに、その消費税を借金返済に使っていると、うん。国民からもらったお金、徴収したお金、借金返済に返してると。でそれは国がすれるやんと。<laughs> 最初、社会保障で使う言うてたやんと。うん 政治とビジネスっていうのはまああれですよね。だからそのよく山本太郎さんが言うのが、まあ、政治とビジネスがこう絡んでるから大企業と政治家が絡んでるから絡まってるから、まあ、そういう縮図になってるんだろうしうん難しいですねこれはまあ僕はもうビジネスをやビジネスをやってるから 違う側面でもまあ解釈はできるので、でもこれビジネスやってない人からするとね、就職して給料をもらうっていう世界観で生きている、もしくはビジネスがもうできない、うん、半身不随です、半身不随っていうかまあ、うん、障害を持ってますとかね、ってなった場合は、うん、ビジネスもクソもないですよね。うん、もうだから山本さんが入れた議員さんの、え、なんかその、 ちょっと病名忘れましたけどもうなんだ身動きがあんまり取れない人からしてすると、まあ、就職の場所はあるのかっていうとか限りなく少ないですよねうんそうだからこれは難しい問題ですねうんでも僕はあのビジネスを教えてるのでビジネスやりたいと思うんだったら やりましょうって話です、ねうん、でもビジネスできない人もいるので、うん、そういう場合は国が守るしかないですよねある一定をね、うん、はいいってらっしゃい。